シャーペーは中国原産の犬種。古くから牧羊犬、番犬、刀犬、食用犬として飼育されてきた。現在ではもっぱら家庭犬、または番犬。砂という漢字には、砂という意味があるが、砂川は紙やすりのような皮膚、荒い砂のような紐に由来する。原産地は中国南部、広東省を中心に飼育されていた。祖先について、 はっきりしたことは分かっていない。小島豊治は、チベタンマスティフが祖先ではないか、とする。一方、デズモンド・モリスは、ハンドッグの子孫ではないか、とする。ハンドッグが、品種改良の結果、本種と、チャウチャウに分岐したと考えられる。本種の荒い、針のような直毛と、シワの多い皮膚は、刀剣としての優れた脂質である。 中国国内で刀剣として人気を博していたがヨーロッパから大型の刀剣が輸入されると本種はそれらに立ち打ちできず人気は低落していった。また中国が共産主義を採用すると過去の記録が処分されてしまったため本種の歴史をたどることは非常に困難なものとなった。共産党指導者らはペットとして犬を飼育するのは 西洋の大敗した習慣とみなし、都市部周辺の一部地域を除いて、ほとんどの犬は殺処分されてしまった。それでも何頭かが、香港、台湾で繁殖、絶滅を回避した。1968年、香港ケネルクラブにより、犬種として認定される1978年版、ギネスブックは、 世界に60頭しかいない最も珍しい犬だと認定した。しかし、香港、マカオ、台湾のブリーダーたちの努力、ユニークな外見が、米国のブリーダーたちに気に入られて、数を増やしたことにより絶滅の危機を脱した。1993年現在、アメリカンケンネルクラブに登録された、個体数は約19000頭である。 体高46から51センチメートル、体重18から23キログラムの中型犬。子犬の頃は、皮膚のたるみが多い。成長するとたるみが減って、独特のシワを持つようになる。頭頂部につく、小さな三角形の耳は前方に垂れる。巻きを。興奮は、中くらいの長さで、目から、鼻先までは広く、先細りにならない。毛はザラザラとした。 硬いショートコートで、毛色は全身一色で、ブラック、レッド、明るいフォーン、クリームなど。本種のシワは、神秘を形成する際に働く酵素の異常が原因である。この事実は2008年、スペインのギョルダナザナラの研究により、明らかにされた。本種の個体の中には、この変異した遺伝子に基づく皮膚病に罹患しやすいものもいる。 この点は関係者の間で問題視されている。正確に関して述べると、プライドが高いが心を許した人に対しては忠実で、ほがらか、愛情深い一面を見せる。シャーペイには2種類の派生犬種がある。どちらも愛ガニ用の犬種である。ABC 小島2012、P124 から125、白川聖、実平凡者。 1996年10月14日、576ページ。ISBN4 から582128041。58 ABCD モリス2007、P296 から297。29 ABCD フジタ2021、P128。古くは、70kg もある個体もいた本種と、ちゃうちゃうわ。 青い下という共通点を持つアニマルプラネット。ありがとうございます。